サターンオオカブト、または、サタンオオカブトは、甲虫目、コガネムシカ、カブトムシ赤、新生カブトムシ属に分類される昆虫の一種。種名は、モトヘブライ語の、敵対者、または、悪魔の意味であるサタンに由来する。2010年6月23日より、ワシントン条約の付属書通に掲載されている。の全長は55から115ミリメートル。 共に体は黒く、体表面の光沢は、ネプチューンオオカブトに比べてやや鈍い。ネプチューンオオカブトにニルガの上羽背面の光沢は、鈍く、天国は、小さいが明瞭である。大型脳では、体長の3分の1ほどの長さの胸角を持ち、他の同族種に見られる全胸から、胸角根元にある一体の突起はない。全胸聖板の前縁の毛は、 ブラシ状に密接する。ネプチューンオオカブト同様布施が短く、中足、後ろ足の爪は、湾曲が極端に強い。は全体に丸みを帯び、上羽の天国はより広い部分を覆う。以前本種は同じヘラクレスオオカブト族に属する、ヘラクレスオオカブトに次いで2番目に、大きいカブトムシとされるネプチューンオオカブトの一種とされて、いたが、 生息域の分断により独立種となった。しかし、全種の形状から依然、ネプチューンオオカブトとの近縁関係が指摘されており、これら2種を独立のカバイロオオカブト属として扱う、向きもある。また、退職なども酷似しているためネプチューンオオカブトの未熟種とする意見もある。ボリビアラパス県やコチャバンバ県などの標高線の2800メートルの、 熱帯雨林に断続的に分布する。成虫の生態はよくわかっておらず、夜間10日に飛来したものが採集されているに過ぎない。本種は記載以降、長い間タイプ標本の1頭が知られるだけの大珍品であった。しかし、それとは別に1967年頃には、すでに3頭、2頭の標本が、日本の伊豆シャボ天公園昆虫館に保存されていた。 昆虫学者の長井慎二は、同館の標本整理、管理を担当していた、全馬哲也の下を、同年初夏に、マダガスカルの昆虫の標本を見る目的で訪れ、その際に、種不明のカブトムシの一種として展示してあった本種の標本を目にした。その標本はほとんど不説が失われてはいたが、世界初のを含んだその標本群を見た長井は、腰が抜けるほど驚き、 前波に、記載以降記録のない大賃品のサタンをカブとですと伝えたという。長井は、前並みに入手経緯について尋ねたところ、進化生物学研究所所長の近藤則夫博士が、ボリビアのある、地方都市を訪れた際、とある郵便局の壁に飾ってあったものをもらい受けて、持ち帰ったとのことであった。長井は、 博物学のゴンゲのような近藤博士の眼力の凄さを垣間見た思いだったという。これらの標本は後に山口進村の最新図鑑カブトムシに図示され、初めて日の目を見たが、1981年のディ・チェンバーの報告に先を越されてしまった。その後本種は1990年代に入って新産地の発見などにより、 標本としてはごく珍しいものではなくなったが、タイプ標本以上の大型個体は未だに確認されていない。飼育下での確認されている最大数値は無視者の調査によれば飼育下では2016年、現在114.3ミ、mm、リメートルである。生息地が奥地ということや、現地の治安状況等により、以前は標本でも賃品だった上にその生態も謎だったが、 最近では、ネプチューンオ,オカブトと活動時間や生態は、ほぼ同じということが判明した。現在では、専門店では、高値ではあるが、見かける機会も増えてきてはいる。しかし、CITES 付属書2へ掲載されたことで、ワイルド個体の輸入は厳しく規制を受ける。ヘラクレスオカブト族の中では3番目に大きくなる、種であるが、 ヘラクレスオオカブトやネプチューンオオカブトよりも小さく、オスは最大でも体長11センチメートルを超える程度までにしか成長しない。また、大型カブトムシ全体に言えるが、ウカゴは成熟まで3から6ヶ月ほどの休眠期間を要する。樹液や腐った果実を好み、それらを求めて地上を移動する。は角が短い分、 ヘラクレスオオカブトやネプチューンオオカブトほど相手を挟み込んで投げ飛ばすことは得意ではない。また、中には高戦的な個体もいるが、基本的には争いはあまり好まないおとなしい性質で、自ら攻撃を仕掛けることは少ない。活動時間は深夜3時から明け方までで10日にもよく飛来する。現地には四季がないために一年を通して見られるが、 最終例は8月、12月の雨季に多いようだ。ネプチューンオーカブと飼育を参照。ありがとうございます。